ヘスペロルニスは、絶滅した蝶類。シロキコウ期に、北、アメリカに生息していた海鳥類。アメリカのカンザス州で発見された。学名、ヘスパーニスは、アメリカの古生物学者、オスニエル・チャールズ・マーシュによる命名。西の鳥を意味する。戦前には、語源となったヘスペリスの和訳から、黄昏鳥の和名が付された。長い首、長いくちばしを持つその体型は、 現在のアビルやウルイニニルが体長は180センチメートルとかなり大型である。翼は小さく痕跡程度に退化しており、現在のペンギン類と同様に飛ぶことはできない。しかし、ペンギンが翼が変化したフリッパーで海中を泳ぐのに対して、ヘスペロニスは水かきを持つ後足で泳ぐ。そして現在の鳥類と決定的に異なる点は、くちばしに葉を持つことである。 このくちばしを使い、海中で魚類を捕食していたと推定される。ヘスペロル,ルニスは、白亜紀に登場した魔鳥類のグループに含まれるが、白亜秋末期及びケーピコグラム境界層を境に、同じ年代、場所に生息した、翼竜類やモササウルス類と、ほぼ同時に絶滅した。現存する鳥類に、ヘスペロル,ルニス類の子孫はない。ケイ,イチアオツカ 玉木佐藤、ヘスパーアナサ・ホームズ・フロム・ザ・アッパー・クラテーショス・ピエール、シェイル、サザン・マニトバ、カナダ。クラテーショス、リサーチ・インプレス、ドイ、10.1016、J ・クレターズ、2016.03、003、石川成明、地球発達し、ピアニッシモ、176、ありがとうございます。